はい、おはようございます。すすきの YouTuber ドルフィンです。はい、本日は飲食店あいうえお、5回目、もうついに5回目まで来ましたよ。はい、おはい、おの会ですね。はい、おの会はですね、折り返し確認、はい、こちらをねやっていきたいと思います。やっぱりですね、こう団体さんとかね、あの個人ならあれなんですけども、団体さんがぐわわっとこう来る時とかありますよね。そういう時にはやっぱり折り返し確認っていうのがね大事だと思います。あの僕もそうですし、まあ飲食店やってる人もそうですけど、なかなかまあそこまですごい意識してる人もいないと思うんですけど、やっぱりあのご注文繰り返しますみたいな折り返し確認ってね、まあ大概どこの飲食店行ってもあるとは思うんですけども、まあ、団体で行った場合ですよ。はい、まあそういうのがね、あるかないかでやっぱり違うと思うんですよね。わーって廃棄聞いて、まあ聞かれる方もめんどくさいから、あまり意識してなんとか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 繰り返しされてても、はいはいみたいな感じで聞いてる人も多いとは思うんですけども、はい、一応それをこちらでよろしいですねって言った上で、なんかこうね、物を商品を提供するっていうのが大事かなと思います。はい、あとスタッフ間でもね、こう折り返しこれこうですこうですっていう、まあオーダーが重なったりとかして、一応確認をね、こちらどうですかこちらどうですかっていう、まあ一回一回されたら、やってる方もね一生懸命やってると思うんでうるさいって思うかもしれないですけど、はい、なんかあここ違うかもなって思ったりとか、気づいた時とか、はい、あと大事な時はもうここは見落とさないでほしい時は折り返し確認っていうのは非常に大事だと思います。はい、人間一回でやっぱり伝わらないこともね多いと思うので、はい、確認を取るというのは大事だと思います。はい、以上で、あいうえお、今回は5回目のおでしたけど、いかがでしたでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。よかったらねチャンネル登録よろしくお願いします。はい、また会いましょう。